回の遊びはこちらの国です。ででん、アメヨ。今回みんなに挑戦していただく遊びはベンチリーチでございます。ベンチリーチ、はい、ベンチリーチ、はい、厳しい自然の中を生き抜く先住民たちが考え出した1961年から毎年7月にアメリカで世界大会が開かれている遊びでございます。すごい、マジか。チャレンジャーはベンチに膝立ちになり体を前に倒します。そしてペットボトルをどれだけ遠くに置けたかで競い合います。ペットボトルが倒れたり元の姿勢に戻れなかったら失格。体幹の強さがものを言う競技なんです。しっかりと、つらいつらい、急に。ただ今の記録、これこういうの好きだもん。頑張れ翔成、頑張れよ。いけるいけるよ、ゆっくり。こうやらないと、ゆっくり。おっと、はい、ありがとうございます。いけ、頑張れ。上半身は安定しろ。おお、合わせ、すごい、すごい。続いてサッカーのクラブチームに所属していたルキの挑戦。さあどうかな。やっぱり今のところ成功者が2人しかいないんだよな。でもルッキーさっき自信これいけるわって言ってました。言ってた、きついかもしんないって今ボソって言ったけど。いや、これきついわ。きついかもしんないわ。自信どうですか。いや、でも 1m 行きたいんですよね。ああ、そうね、はい、1m 超えたら結構壁が。いや、でもこれきついかもな。そっから見る 1m は長いっすね、マジで。じゃあ 1m 超えれるように目指して。きついかも。ルキの挑戦です。よーい。あ、待って、足つりそう。これお尻残して。お、いける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 。あと奥だけ。なんでなんだ。 1m いってるよ。奥だけ、ちょっと戻る余裕があるっていう。奥だけ、優しく優しく、奥だけだよ。これ指で持った指で。さあ、優しく奥だけ、おいでおいで、おいで、優しく。足つりそうなんですよ。おーい、うわめっちゃ釣りそうだわ。あ、1メーターという。さあ、以上。ただいまの記録が、シュウヤ何メーターですか。1メーター2ぐらいですかね。おーい、すごい。1メーター超えました。まあちょっとあるかな、2.8。1メーター2.8、すごい。ということで、すごい、暫定1位はルキの1メーター2.8でございます。シェイシェイシェイ。ただやっぱりその体幹がね、肝だから。やっぱ純喜サッカーやってたから、はい、ここはちょっとビシッとね決めたよね。もうずっと僕サッカー歴、サッカー時代の時ずっともう毎日ハイケース。さあ、行きましょう。純喜の、純喜調節していただいて、はい、すごい細いですね、ここが。そうね、オッケーです。もう取れてるんで大丈夫。何もしない。じゃあ行く方が。それは無理。そう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 。あー、あ、ちゃんと押さえておいてない、マジで。翔太、おおー、もうちょいいける、もうちょいいける。あ、ダメだ。戻す、戻す、戻していける。戻る、戻る、戻る、戻る。さすが筋肉マン。ということで、はい、というわけで最終結果はご覧の通り。世界の一級品を見極めろ、スターセンス。さあ、やってまいりました。僕たち世界を目指すやっぱスターですから、 JO1、はい、まあ、何があってもこのスター性をかけちゃいけないと。はい、大丈夫ですか。それぞれ己のセンスで。世界のスターを目指す JO1 とかで、僕らもうスターなの。俺らもうスターです。はい、もうスターなので、やっぱりそのどんなことでもやっぱり、いや、まだスターじゃないです。おお、まだスターじゃないんですけど、このまあそれ、世界のさまざまな一級品を僕たちがこう味見をして、まあやっぱり僕たちだったら世界の一級品が分かるだろうと。まあでも今回はちょっとね、リーダーの僕がちょっと自信のあるテーマで行かせていただきます。そうだよね、確かに、はい、コーヒー大好きなんで、今回のテーマはコーヒーということで進めていきます。翔くんも毎日飲んでるしね。毎日飲んでる。ちょっと今日はもう飲んでないですか。あ、今日まだ飲んでない。今日まだ飲んでない。もうこの初コーヒーが、初コーヒーがここの目の前だから、ちょっともうよだれがやばい。飛び澄ましてきたわけです。そうね、だからさっきろれつ回んなかったの。もうどういうことや。それはまあ、まあ関係ないですからね。今回用意した一級品はコーヒーの実を好んで食べる
ジャコウネコの糞から採取された豆だけを使うコーヒー。コピルアク一杯の値段はなんと7,000円。よりなんだろう、芳醇な香りと、まあ、複雑な味わいが楽しめると。でも本当正直これ一回飲んでみたかったの俺。飲んだことないんですね。高いからやっぱり。いやそれはもう一杯7,000円で。これでね。そう、はい、ということでこのコーヒーを当てていただくと。はい、じゃあ簡単にルール説明をしたいと思います。はい、まず目の前にね1番2番3番3種類のコーヒーを試飲していただきます。はい。はい、1つは高級コーヒー7000円ですね。でその他2つは一般的な喫茶店のコーヒー。あー、いやでも美味しいって、ね、美味しいとインスタントコーヒー、あー一番安いやつ、はい、があるので、まあ、全員飲み終わって、まあ、僕の合図で一級品だと思うところに移動してで、はい、まあ、どっちが一級品だってこう当てていただくということです。はい、はい、正直そうだったんだ。違います。プロ、じゃあ早速いこうか。お願いします。まずは1番のコーヒーから。じゃあもう何が苦い。どうですか、苦い。結構一気にいきますね。はい、なるほどね。なるほど、インスタントっぽい。インスタントっぽい。おお、ちょっと多いです。匂いとかもやっぱ重要。ああ、いやこれいいよ。え、これいいんじゃない。わからん。めっちゃうまいこれ。あ、美味しい。めっちゃうまい。続いて2番のコーヒー、味の違い分かるかな。そして3番のコーヒー、果たして1杯7000円の一級品は何番。はいはいはい、なんとなく分かったわ。なんとなく分かりました。ということで皆さん自分が一級品だと思うコーヒーのところに移動してください。はい、多分これだと思う。俺もこれだと思う。でも美味しかったな、ここ。絶対これでしょ。色見るとあっちな気がして。だよね、すごい人数差が。でへえ、ガチでここでしょ。俺そっちだと思うんだけどな。ここでしょ。ほらほらほら、そっちとも迷いました。ではまず、豆と純喜が選んだ1番から見ていきましょう。はい。ドン。喫茶店。それでは行きたいと思います。頑張れ、翔星。それでは高級コーヒー豆はどっちだったのか、正解は、せーの、ドン。うわー。え？うそ。ね？すげー。え？あの、まずコピーですよ。マジか。ちょっと一番恥ずかしいんだけど、ごめん。ご紹介します。一級品の違いわかる、スターセンスの持ち主は、匠と翔星。2人すごいね。すごいよ、2人が。だってコーヒー苦手な2人でしょ。確かに。正直俺もびっくりしてんだけど、あんだけ語ってさ。一級品を見極めるセンスはないけど、うん、番組を盛り上げるセンスはあります。おお。いや、ちょっとどうぞ。MC じゃないよ。次頑張ろうな。持ってこうとするよね。はい、ということで以上、世界の一級品を見極めるスターセンスでした。次回お楽しみに。ゴーツドトーン JO1 スターティじゃあ最後全員決め顔で締めましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、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 お願いします。お願いします。はい、イエス、いきます。はい、はい、あ、クールな、楽しそうな感じ。どっち、え、笑顔。うん、何枚か撮ります。3、2、1。ちょっと楽しそうな感じでお願いします。11人で心強いなと思う。そうですね、なんかデビューしてまだ半年しか経ってないんですけど、こうやって冠番組をやらせていただけることはそんなにあることじゃないと思うので、
自分じゃちょっと分かんないぐらい多分いろんな面が見れると思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。僕たちのこの11人の個性というか、あ、ごめんなさい、冠番組を持たせてもらえること自体が本当にありがたいので、アベマプレミアムではここでしか見られないの方もアベマプレミアムならいつでも見ることができます。 JO1 スターギャザー TV、 今後もお楽しみください。